国際裁判所とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される、国際機関によって設立される、組織の総称である。裁判所、委員会など、様々な名称が付けられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない。個々の紛争ごとに設置される臨時の国際裁判所が行う、国際裁判のことを総称して、国際仲裁裁判という。 裁判官の選任方法や裁判の基準は紛争ごとに紛争当事国の間で結ばれる協定によって決定される。1872年に英米間のアラバマ法事件を解決したことによりその効果が認められるなど最も古くから用いられている国際裁判の方式であり、現代においても国際裁判の多くは 特定の紛争を処理するため個々に設置されるこうした仲裁裁判所で行われる。これらは裁判終了後に解散される。個人の国際犯罪を裁くための裁判所である。古くは第一次世界大戦後に戦争犯罪を裁くために設置が主張され、第二次世界大戦後に設置されたニュルンベルク国際軍事裁判所や極東国際軍事裁判所。 1990年代に設置された旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所やルワンダ国際刑事裁判所を経て2003年には常設的な国際刑事裁判所が設置されたアドホック刑事裁判所のうち主なものを以下に挙げる現在設置されている常設的な国際裁判所のうち全世界的なものとしては固有の施設を持ち15人の裁判官が常駐する 国際司法裁判所をはじめ、国連海洋法条約の解釈、適用に関する紛争を処理する国際海洋法裁判所などがあり、また地域的な常設の裁判所としては、欧州司法裁判所や米州人権裁判所などがある。以下活動地域ごとに分けて主なものを紹介する。全世界アフリカ地域、アメリカ地域、ヨーロッパ地域、よって、 国際性を有する紛争を処理する権限を持つ組織であっても、私的組織によって設立されたものは、本校の対象外とする。例、スポーツ仲裁裁判所、IOC 設立。ABCDE 裁判所自身が作成した HP 化、もしくは裁判所を設置した機関の HP。主に英語やフランス語で書かれたものが多い。現在活動中のものに限る。オーストリア。 ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリスの16カ国。公式 HP より、ABC つつい2002、102ページ。AB つつい113から114ページ。つつい6ページ。つつい99ページ。 出展における略記を太字で示した。ありがとうございます。